The Sanada Laboratory is doing research to achieve a flexible wireless system. Recently, the internet has advanced so much that faster wireless access is needed, even in mobile environments. But spectrum resources are limited, so it's hard to provide enough new broadband capacity to handle the increasing volume of data. As a result, there's a need for flexible wireless systems, which can recognize a system's signal processing capabilities and the surrounding environment. コンピューターに入っているような無線 LAN の送受信機ですと、もうある周波数のある特定のシステムにしか対応しないと。無線 LAN のシステムで携帯電話のデータというのは受信できないですし、あるいは最近流行っているような WiMAX と言われるような新しいブロードバンド通信も対応できないと。そうすると無線 LAN の回線が混んでしまうと、もうそこでデータが送れなくなってしまう。我々のシステム、考えているシステムというのは、無線 LAN の回線がいっぱいだったら、じゃあ WiMAX で選択しましょう、あるいは携帯電話で選択しましょうというような形で、空いている回線、あるいはその場でサービスされている無線システムを選択しながらですね、じゃあどこが一番そのデータを送るのにふさわしいのかというようなことを考えながら提供すると。In other words, this system recognizes the surrounding environment and switches to an optimal capability by itself. This enables flexible communication. For example, important data can be sent via a reliable link even if that link has a low data rate, while large volumes of data can be sent via a high-speed link even if that link is slightly less reliable. まず無線機がですね、特定の周波数の特定の方式だけじゃなくて、いろいろな周波数のいろいろな方式に対応しなきゃいけない。当然ながら受信信号処理をする間に歪みが出てしまうと、最適なものではないので歪みをすると、それをどういうふうに補正をかけるか、あるいはその電波の状況によってもですね、どういう送り方、どういう受け取り方がいいのかと、信号が直接しか来ないような場合もありますし、いろいろなところをこう反射してくるような場合もある。反射してくるような場合はですね、それぞれをこううまく分解してやって、受信した方が効率が良くなるというようなことがあります。あるいはですね、周波数帯がこう変わると、高い周波数になると伝播する距離が短くなります。そうすると直接やり取りするよりも一回他の端末を返した方がいい、あるいは中継局と言われるようなものを返した方がいい、その方が効率がいいという場合もあります。どちらが効率が最終的に良くなるのかというのを全体的に計画しながらですね、判断するという、そのアルゴリズムというのが実際の研究のテーマになります。うちの研究室の場合はですね、企業と協力してこの研究をやっています。そういう意味では一番実用に近いところにいるつもりでいますので、将来的には我々の考えているアルゴリズムが実際の無線機の中に入っていくというふうに期待しています。特に私の研究室で来ていただければですね、実学と実際のものになる研究をしていただけるんじゃないかというふうに私も期待しています。